ははい皆さんこんこにちひろしの G ニュースチャンネルです、えー、今日はですね、過、え、去、ー、独自ポイント還元率引上げ検討、購買意欲刺激が欲しいっていうね、えー、ニュースが入ってきたんですよ。えー、これ、ヤフーニュースですかね。えー、っと、それでですねあの、まあ、ポイントがですね、これですね。 中小規模のお店は5%の還元率だがー15%から20%程度にする案が浮上しているということでおこれはもうキャッシュレス派大勝利だなというねニュースが入ってきましたのでちょっとね読んでいきたいと思いますよろしくお願いしますまずねこれ全部読んでですねその後にね広しなりの考えを述べさせていただければと思いますのでよろしくお願いしますはいえっとですね2020年3月14日土曜日政府与党が4月にも取りまとめる緊急経済対策で キャッシュレス決済のポイント還元率の引き上げを検討していることが FNN の謝罪で分かったということですね、えー。2020年6月末までのポイント還元制度では、えー、中小規模の店は5%の還元率だが、えー、関係者によると、 この還元率の引き上げが検討されていて15%から20%程度にする案が浮上しているということですね、えー、結構でかくなりますね本当にねキャッシュレス派のヒロシまあ別にあのキャッシュレスって言ってもあのデビットカードとかですけどねあのクレジットカードは作れませんので私ブラックというかあの年収が低すぎてはい、えー、還元率の引き上げで、えー、消費者の購買意欲を刺激するのが狙いだということですねええなるほどねもう頑張って消費しないともう経済回んないわけですねはい また旅行の需要喚起のため早期の申し込みや旅行の際の移動距離に応じて旅費を割り引くことができる仕組みが検討されているということですね。もうあのじいさんばあさんたちがですね、あおじいちゃんおばあちゃんたちがもう旅行行けなくなっちゃったから、もうすごい落ち込んでますからね、本当にあの旅行業界もね。まあでもね、これいいんじゃないですか うんもうヒロシもなんだろう、マイナンバーカード作ろうかなとかね、思っちゃいましたけどね。まあ,あの期間限定とか言いませんのでね、ねもっとあの、ね、あののね根本的にですね、あの消費税をね食料品5%とかね、食料品に限ってはこう5%に下げるとか、えー、そういうことをしてほしいですよね。あの還元率上げるのもいいですけど、食料品は一番助かるんで、広ロみたいな貧乏人にとって。うん っていうかね、ゼロでいいですよ。ゼロにしましょう。もう食料品、あのーね、消費税はね。あのだから、そしたらですね、他にもですね、その購買意欲というね、えー、購買意欲とやらがね、えー、湧いてくると思いますので、ぜひですね、政府の皆さんはですね、手取り13万円ぐらいのですね、広ロのために、食料品の消費税をね、えー、ゼロにしていただければと思いますね。<laughs> 何言ってんだお前っていう声が聞こえてきますけどね, <laughs> ね。あのー、ただ、個人的にはすごく嬉しいんですけど、実現するかどうかがちょっと微妙ですよね。 あらお年寄りとか電子マネー使わないとかの意見で破棄されそうな気がするんですよ。だっていまだにさ病院とか行ってもさみんな現金払いじゃないですかね。あれキャッシュレスでピッとかってできないんですかね。本当に。うに、ん。だってあーの何て言うのかな車とかもねなんかあの15%例えばこれ15から20%程度還元率あるわけでしょ確かに車とか大きい買い物をしたらかなりの、あのー、あれですよね還元になりますよね。うんすごいと思いますよ。 うん、ただね、えー、やっぱりですね消費税減税してほしいですね、広ロとしてはね、何回も言うけど、でだってあの老人がですね、ご老人の方、おじいちゃん、おばあちゃんたちは本当、ね、と旅行行くんですよ、旅行業界みんな、ハトバスから何か、ら飛行機はみんなおじいちゃん、おばあちゃんのお金で回ってたんで、その人がですね、その人たちがですね、もう旅行に行かないと、旅行以外で購買しないと、世の中に金が回らない時代になってきてるんですね、本当にコロナウイルスの影響ってすごいと思いますよ。ただ、ね ただね、ちょっとあの、なんつうんですかね、あ、あのー、1、2ヶ月ぐらいのなんか制度っぽいから、ちょっとそこだけちょっとね、ええー、って感じはするんですけどね。うん。ただね、あのー、冷静にですね、財源のことを考えてしまうとね、大体言われると思うんですよ。じゃあ財源どうするんだとかね。確かに考えるとですね、ちょっとどうかなとは広ロは思うんですね。例えばですね、どうかな、20%の一律還付だとしますよ。例えばですね。うん。だからそうしたらですね、1年間ね、大体何十兆がかかかるじゃないですか。50兆ぐらいかかるんですかね。 でだからですね、こんなにお金ないからっていうことで、えー、どうせ1人の上限をですね、5000円とかの還付額になると思うんですよ。よく結構スーパーとかでやってるじゃないですか。ね、なんだ例えば上限5000なら予算6000億円ぐらいで済むんですよ。うん、だから 多分そうなっちゃう。なんかしょぼしょぼの政策になっちゃうんじゃないかなって思うんですよね。よくあるじゃないですか。なんか最近。なんだえっ、ー、と何、何パーセント還元ね。1会計上限500円までとかね。期間中合計2000円までとかね。そういうしょぼいなんか還付っていうかあるじゃないですか。よくスーパーとかで見かけるんですけど、ちっちゃいね。うん。まあ上限額付きだとは思いますけどね、ヒロシはね。うん。で、余計ね、えー、買い占めをする人たちが出てきてしまうとね。えー、いう感じになりつつあるなと。あな,なりつ,つあるっていうか、えー、なってしまうんじゃないかなと思いますね。 うんまああのぶっちゃけですね悪いやんではないですよこのねポイント引き上げ検討購買欲15%か20%でも悪いやんじゃないんですけど この程度で購買意欲はですね、正直対しては上がらないと思います、広ロは。はい。しかも多分上限付きになると思いますので。だから、平均的な社畜の方がですねあ、社畜って言い過ぎたかな、平均的なですね、サラリーマンというかですね、平均的に働いている人たちがですね、車買いたくなるぐらいのですね、思い切った案じゃないと、全くこう、経済あの刺激対策にはならないと思いますよ。うん。と思いますけどね、僕はね、もう多分全然移行は進んでないし、ねえ。 まあ今、コンビニを2%かね、ねもうどんどんだからキャッシュレスで還付は上げていいと思うんですけど、まあ、夢がある数字ではありますよ、15から20%。ただ、どうかなーっていうちょっとね、えー、感じはね、しますよね。もうほら、コロナでね、もう現金もバッチリって言ってるじゃないですか、もう現金は人の手から手に渡っていくものですので、現金バッチリって、ね、だからもうキャッシュレスだってね、やってるところも結構多いですからね。うん ね、もうさあヒロシの友達もさ結構キャッシュレス派の人いるんですよ。ね。でもう現金なんて今時よーなんて言ってねもうなんだろうあのポケットにこう財布を入れないでねこうカードだけでやってる人もいるんですけど意外にですね対象点で買えなかったりするんですよねああいうのねあれここ対象点じゃないんだ残念みたいなね。 うん、あと広ロはデビットカード派なんですけどねデビットカードは還元率還元されるんですかねどうですかね、うん、ちょっとここら辺分かんなかった誰か知ってる方詳しい方言ったらコメント書いてください、ね、デビットカードが広ロは救われるのか っていう感じですよね。うん。っていうかね、あ,あの、これね、あのー、あのー、なんていうんですかね、ポイント還元率、購買刺激、購買欲を刺激するのはですね、やっぱりですね、まあこれね、広ロね、言ったらね、もう絶対みんなから叩かれると思うんだけど、お前広ロ世の中を混乱させる気か、お前ふざけんなよっていう意見があると思うんですけど、広ロがですね、提案するですね、経済刺激、経済、この購買意欲刺激策、これは簡単なんですよ。あの、これはですね、あの、次はですね、皆さん、次はですね、 この商品が品薄になりますよってね、ニュースとかでね、こう、報道すればですね、もう、こんなことしなくても、じいさんばあさんが大量に店に押しかけて大量に買ってくれますよ。ね。まあ、あの、多分市場とか大混乱すると思いますけどね。はい、すいませんでした。<laughs> だってそうじゃん、もうすごいトイレットペーパーだの、マスクだの。ね。 足りませんとかね工場でたくさん作ってるから大丈夫ですよなんて言ってももうここぞとばかりにみんなもう買い占めまくったじゃん今回の件でだからなんかさあの経済のねこういう購買欲刺激したかったらさこれが次はこれが品薄になります次はあれが品薄になりますって言っててさもうえれもうなんかいっぱい余ってるものを言えばいいんじゃないのどうですかねあの大量在庫抱えてるようなものとかね <laughs> 皆さんあの静弱のおじいちゃんおばあちゃんたちが買いねこぞって買いに来てくれるんじゃないでしょうかはいすいません皮肉でございました失礼しました <laughs>、ね、まあ どあとはどうだなう 例えばさ、還元20%はお得だとは思いますあの。例えばスーパーでしたらね、大根1本80円のお店で5%オフの日に買えばですね、1本120円で20%還元よりトータルでお得なんですよ、結局。まあヒロシみたいなね、こういうあの発想する人間は、あのなんていうんですかね、お金がないので、ね、ヒロシはね、こういう発想になっちゃうんですけど。ねまあえー、ということでね、まあ、こういうこれからですねコロナを機会にですね、結構キャッシュレスへの流れが一気に促進するとヒロシは考えますね。だって本当コロナウイルス 現金汚いんですよ、本当にいろんな人、もう何,何百人、何千人、下手したら何万人の手は渡ってきてる昭和の頃のコインもあれば、ね、お札だってね,、あのー、ねあのみんないろんな手で触られてきてるわけじゃないですか。だから結局、現金キャッシュレスにすればね店員と一切手を触れなくて済みますし、まあ、あのぶっちゃけ商品を返、ね、して、ね、触れてるから正直あんまり効果はないとは思いますよ。でも あの心理的にはいいかなと思います。だってマスクだってほとんど心理的な効果じゃないですか。ねえー、ですので、ヒロシはです、ね、これを機会に、まあこ,のえー、このポイント還元率引き上げ検討、まあ、検討ですから実現するかどうか分かんないけど、えー、これを機会にです、ね、どんどんキャッシュレスが、キャッシュレス化が、ね、進行していくんじゃないかなと思いますね。なんかコロナ関連株の一つにこういうキャッシュレス系のなんか企業とか上がるかもしれませんね。ちょっと分かんないですけどね、広ロは株やったことにね、すまへん。<laughs> ということでね、えー、ちょっと長 今日はこのぐらいい、えーえー、いにしておきたいと思います。ありがとうございました。 ね、あの、もしチャンネル登録とかね、していただけると大変こういうネタをやる励みになりますので、えー、もしよかったらよろしくお願いします。で、あの、もしね、コメント、今回に関してコメントとかありましたら、どんどん書いてください。もうヒロシ、お前バカ野郎、お前の考え方は間違ってる。お前財源どこにあるんやとかね。なんかいろんな意見あると思うんですね。星借りでも、そういうのでも全然大歓迎なんで、ね、もちろん面白かったとかでもいいですよ。はい、ぜひ、いろいろと書いてください。盛り上がるの大好きですで。では今日はこのぐらいで失礼いたします。ありがとうございました。失礼いたします。